エダロス、ここできっちり俺らの怖さ教え込まねえとな。さあ、分かったらさっさと帰んな。どうやらまともな話が通じる相手じゃなさそうだね。てめえ、女だと思って下手に出てりゃいい気になりやがって。おい、やれ。叫んな。女だと思って舐めてもらっちゃ困る。私は可愛い教えを守るためなら手加減しないよ。やろ。どうした。